名古屋芸術大学卒。パンダのキャラクター、パンダモンの作者。祖父は元高砂部屋の力士で、前頭、立地を。中学時代は、運動神経もよく体操部の部長を務める。名古屋市立工芸高校の美術部に入った頃から絵を、描き出す。名古屋芸術大学時代はひたすらバンド活動に、のめり込み、音楽でやっていこうと志すが挫折。 デザイン会社を2社経て27歳の時、フリーのイラストレーターになる。柳瀬隆宇野明、牧野鈴子が、審査員の首都メルヘイイラストコンクールで優秀、少受賞。30歳で結婚2人の娘に恵まれる。長年、柳瀬隆主催の星屑忘年会の幹事長を務める。初期の画集、聖函ロマン線の帯分は、シンガーソングライターのイルカ。 2018年より日本木造住宅産業協会の小学生作文コンクールの審査委員長も務める2021年国際交流基金モスクワ日本文化センター開催手袋を買いにの絵本表紙コンクールの審査員色鉛筆で絵本幼児雑誌などに柔らかい画風で描く動物のキャラなどが多いおじさんキャラは細い方が Y し太った方が エイジ氏と暗黙の了解で呼ばれている。長年、色鉛筆の、ぼんやりした色合いでやってきたが、ある時代から、ボールペンで描く白黒の、はっきりしたタッチに見せられ、ペン画も描き出す。その延長上でパンダを描き始め、パンダモンを生み出す。近年は、ペン画に、他の画材も加えた新しい技法で制作中。風の散歩道インストグラム YouTube チャンネル。ありがとうございます。